TPP には絶対反対です。TPP 阻止に命を懸ける山田雅彦でございます。雅彦でございます。今回全国比例から参議院選挙に立候補いたしました元農水大臣宮崎の皆様方には皇帝劇の時に大変お世話になりました山田雅彦でございます。どうか皆さん山田雅彦今回何としても TPP がこのまま進んでしまったら日本は大変なことになる日本は大変なことになる。まずはアメリカから韓国との自由貿易協定それ以上のものを日本に TPP で求めると山田雅彦キャンベラ出頭大臣から言われましたが韓国はどうなったかたった1年の間にたった1年の間に4トン1等1万円の赤字朝日新聞に書いてありました。そして畜産業の7割が廃業です。山田雅彦何としてもこの日本の農業を守らなければならない。日本の農業を守らない。ありがとうございます。日本の農業を守らなければならない。この前のペルー会談で決められたこと職員の表示です。遺伝子組み換え職員の表示をしてはならない。原産国表示をしてはならない。例えば宮崎県産の牛肉だそれを表示するからアメリカ産の成長ホルモンだらけの牛肉は売れない。だから TPP 加盟国は原産国表示国産の表示をしてはならないとそういうふうにこの前のペルー会談で決められてきました。どうか皆さん TPP を TPP に入ったら韓国はすでにアメリカとの自由貿易協定で7割の畜産業がダメになりました。廃業になりました。どうかそれがならないようにこの日本の農業と漁業を何としても守らなければなりません。そして食の安全成長ホルモンをふんだんに使った成長ホルモンそして遺伝子組み換えの職員の表示もできなくなったら何を子どもたちに与えていいのか。今ニュージーランド国民の 65% が TPP に反対しています。なんで反対なのか。医療介護にお金をありがとうございますお金をつぎ込めなくなるわけです。そうなったらまさに高い医療高い介護金持ちじゃないと受けられない。それを恐れてニュージーランド国民の 65% が反対しているのです。韓国はすでにアメリカ型の自由診療に突入して株式会社の病院ができました。何としても我々の医療介護も壊れる。そしてまた我々にとって大変なのはこの TPP は一言で言ってアメリカの制度に全てを出してしまうということなんです。アメリカの制度に我々は大天法労働者派遣法優生民営化アメリカに押し付けられてやりました。そしてどうなったか。今アメリカ国民も 78% が TPP に反対しています。今回アメリカ国民の134人のTPP 反対の議員の署名を山田雅彦いただいて帰りました。まだ TPP は阻止できる。私は何としても TPP 阻止に TPP 阻止に何とかこれに全てをかけて今回参議院の全国比例に出馬いたしました。何としてもこの TPP 阻止を実現しなければならない。まだ間に合う。これが交渉妥結までには2、3年はかかる。
次の交渉会議では今度マレーシアで行われますが、今月その時に話し合われるのはインターネットの自由の規制なんです。これも各国はまだ反対している。何としてもこの TPP を阻止する、阻止しなければ日本が日本でなくなる、アメリカの一つの州になってしまう。山田雅彦でございます。どうしても TPP を阻止する。そして韓国ですら裁判官143名がアメリカとの自由貿易協定が韓国の主権を損ねた憲法違反であるとして裁判官が大法院、日本で言ったら最高裁判所に訴えてるぐらいです。それ以上のものをアメリカから、韓国以上のものを TPP で求めると言われましたから、何としてもこれは国の形が損なわれる問題です。大変なことになっていきます。どうか山田雅彦、どんなことがあってもこれはこの TPP を阻止しなければならない。まだ阻止できる。ベトナムの共産党も反対の声を上げ始めました。そしてマレーシアのマーテルさんも私にはっきりと反対だと言いました。そしてオーストラリアもまだ ISD 条項に反対しています。交渉妥結までには 2,3 年はかかる。食の安全も損なわれ、医療介護も高いものについてしまうような、この TPP を、元農水大臣山田雅彦でございます。どうも山田雅彦、北海道から沖縄まで駆け抜けてまいりました。何としても最後、宮崎の皆様方に全国比例は山田雅彦と、どうか元農水大臣山田雅彦に、どうか皆さん山田雅彦にどうか全国比例は個人名で投票してください。山田雅彦でございます。山田雅彦でございます。何としても TPP を今反対だという国会議員がいなくなってしまった。私が現職の時にはTPP 反対の国会議員、自民党から共産党まで350人集めて交渉参加を阻止してきた。しかし今国会議員で誰も言えなくなった。山田雅彦を何とかもう一回国会に押し戻してほしい。そして山田雅彦、全国比例から緑の風で出馬しますが、参議院議員にバッジをつけて国会議員として TPP 訴訟を命をかけて やらせていただきたい。山田雅彦でございます。 TPP 訴訟をやらなければ宮崎県の農業、宮崎県の漁業はなくなって消えてしまう。そして我々は韓国のようにあらゆる食料を輸入品に頼らざるを得なくなってしまう。そうなったら子どもたち、これからの赤ちゃんたちはどうなるのか。何としても TPP を阻止し、そして食の安全、この食の安全もそうですが、遺伝子組み換え食品とか日本で禁止している成長ホルモンをふんだんに牛肉に食べさせております。今今度のペルー会談でアメリカの牛肉が売れないのは宮崎牛だと、そういう国産の表示があるからだと、原産国の表示はやめろと言われています。そうなるとアメリカ産の成長ホルモンだらけの牛肉か、あるいは本当に宮崎県産のおいしい安い牛肉なのか、それが分からなくなります。どうか皆さん、何としても我々はこの TPP はまさにあらゆる面で国の制度を損なうものなんです。韓国の裁判官ですら143人がアメリカとの自由貿易協定で韓国の主権は失われたと最高裁に不服申し立てしているくらいなんです。どうか今回山田雅彦、
この TPP を命を懸けてでも阻止する、阻止できるアメリカの国会議員134名の反対署名をもらって帰ってきました。何とかして TPP を阻止、交渉参加しても対決までに 2,3 年はかかる。次のマレーシアの会議で、この7月から始まるマレーシアの会議で大きなテーマはインターネットの自由の規制。どうか TPP はあらゆる問題をはらんだ国の主権を損なうものだと。山田雅彦、今度全国比例から TPP に反対して、そして緑の風から出馬いたします。全国の比例は個人名の多い順に当選が決まってまいります。どうか山田雅彦、宮崎の皆様、皇帝駅の時には大変お世話になりました山田雅彦、今全国比例北海道から沖縄まで駆け抜けてまいりました山田雅彦、最後大変皇帝駅でご協力いただいた宮崎の皆様方にお願いに参りました。全国比例緑の風から山田雅彦出馬いたします。どうか参議院全国比例は個人名の多い順に当選が決まりますので、山田雅彦とどうか個人名で投票していただきたいと思います。お願いいたします。山田雅彦でございます。どうか宮崎の皆様方、山田雅彦、なんとしても TPP を止めなければいけない。そのためにも今回全国比例から出馬いたしました山田雅彦です。どうかよろしくお願いします。山田雅彦です。どうか山田雅彦、なんとしても TPP についてはなんとしても反対し阻止しなければならない。韓国のようにたった1年で畜産業の7割が廃業ということにならしてはいけない。どうか参議院全国比例は山田雅彦と個人名で投票いただきますようにお願いに参りました。山田雅彦でございます。どうか山田雅彦でございます。元農水大臣、皇帝駅の時は大変お世話になりました山田雅彦、お願いに参りました山田雅彦でございます。全国比例の投票は個人名で山田雅彦とお願いいたします。もう一回全国から、そして国会に戻してください。沖縄から北海道まで駆け抜けて、最後宮崎の皆様方にお願いに上がりました、山田雅彦でございます。この炎天下の中、しばし足を止めて山田雅彦の話に耳を傾けていただきました皆様、本当にありがとうございます。なぜ山田雅彦が TPP を阻止するのか、 TPP を進めたらどんなことになるのか、皆様に訴えをさせていただきました。今回の選挙は皆さんの生活を、そして将来を左右する大事な選挙となっております。どうか皆様、21日は東京にお出かけいただきまして、全国比例は山田雅彦と個人名をご記名いただきますようよろしくお願いを申し上げます。食の安全、そして医療介護を守っていけるのは山田雅彦でございます。お忙しい中、足を止めて耳を傾けていただきました皆様、本当にありがとうございます。元農林水産大臣の山田雅彦、命を懸けて TPP を阻止し、皆さんの生活を、安心安全を守ってまいります。山田雅彦でございます。ご清聴本当にありがとうございました。そして山田雅彦とよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。どうか握手をしてやってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうかご近所やお仲間の皆様にも山田雅彦とお披露目いただきますようお願いいたします。山田雅彦です。宮崎県の皆様、元農水大臣の山田雅彦です。